おはようございます。ひめくり心理学者のお時間です。本日の人物は、クルト・コフカ。僕の知り合いにこんな感じの人いるんですけどね。すごい似てて正直震えてます。はい。まあ、それは置いといてですね。え、このコフカなんですけども、ゲシュタルト心理学者として知られています。ただですね、コフカの具体的な理論、例えば、ウェルトハイマーの加減運動とかですね、レビンの コンフリクトとかそういったような具体的な何か理論があるというよりは、ゲスタルト心理学の様々な考え方をですね、まとめ上げて、ゲスタルト心理学の原理という本でゲスタルト心理学を世に広めたことで知られています。さしずめフ福はですね、ゲスタルト心理学のインフルエンサーといったところでしょうか。実際ですね、ゲスタルト心理学の組織化なんていうふうに言われることもあるようです。